こんにちは、たくみです。今回はルネサス RL78 マイコンのタイマー機能について解説していきます。タイマーレイユニットには様々な機能があります。まずは各機能の概要を紹介します。単独チャンネル動作機能。名前の通り、一つのタイマーで独立動作する機能です。インターバルタイマー機能。一定間隔でカウントを繰り返し、周期的な割り込みを発生する基準タイマーとして利用できる機能です。例えば、1秒ごとに割り込みを発生させ、内部時計の基準にしたりできます。方形波出力機能。特定の出力端子を周期的にオンオフし、デューティー 50% の方形波を出力する機能です。外部イベントカウンター。特定入力端子に入る信号の立ち下がりエッジまたは立ち上がりエッジ、もしくはその両方の両エッジの回数をカウントし、一定回数ごとに割り込みを発生させる機能です。1秒周期の方形波入力に対して、立ち上がりエッジを60カウントして割り込みを発生させ、1分ごとの処理を行ったりすることができます。分周期機能。特定の入力端子に入るクロック信号を分周して特定の端子に出力する機能です。例えば、10kHz の入力信号を10分周して、1kHz の信号を出力することができます。入力パルス感覚測定機能。特定の入力端子に入力される信号のエッジ間の時間を測定する機能です。入力信号の周期を測定したり、両エッジ間の測定でオン・オフそれぞれの時間を測定することもできます。入力信号のハイ・ロー・レベル幅測定機能。入力パルス間隔測定の両エッジ間測定のうち、オン時間もしくはオフ時間の一方の測定に特化した機能です。ディレイカウンタ機能。特定の入力端子のエッジ入力から一定時間後に割り込みを発生させる機能です。スイッチ入力から一定時間後に出力するとき等に使える機能になります。ここからは複数チャンネル連動動作機能です。ワンショットパルス出力機能。入力端子からのトリガ入力もしくはソフトウェアでタイマーをスタートさせ、一定時間待った後に出力を反転させ、一定時間出力した後元に戻す機能です。出力開始を待つ時間と反転させる期間の2つのタイマーを連携させて動作します。PWM 出力機能。2つのタイマーを使って特定の端子から PWM 信号を出力させる機能です。マスターのタイマーで周期を設定して、スレーブタイマーでデューティーを設定します。多重 PWM 出力機能。3つ以上のタイマーを使用して、マスタータイマーで周期を同期させた複数の PWM 信号を出力する機能です。RL78G13 搭載のタイマー機能はここまでですが、モーター制御に特化したタイマー機能や、LED や電源制御に特化したタイマー機能を持った各種マイコンがルネサスから販売されています。それでは少し実践してみましょう。インターバルタイマー機能を使って LED を1秒周期で点滅させるプログラムを作ります。まずタイマーのチャンネル0をインターバルタイマーに設定しましょう。チャンネル0の詳細設定を開いて、1秒周期で点滅するため 500mV 設定にします。割り込み機能を使うのでチェックを入れます。コードを自動生成するとこのような関数が出力されます。TMIF00 はタイマー0のチャンネル0の割り込みフラグです。割り込みが発生すると1がセットされますので、タイマースタート前に0クリアしておきます。TMMK00 は割り込み有効マスクフラグです。0に設定すると
割り込みが有効になります。 TS0 のビット0に1をセットするとタイマ0のチャネル0がスタートします。プログラムの最初でタイマ0のチャネル0をスタートさせる関数を呼びましょう。500ミリ秒カウントすると TMIF00 に1がセットされ、この割り込み関数が呼び出されます。今回は P62 の出力反転だけを行います。 TMIF00 は自動クリアされ、次の割り込みに備えます。実際に動かしてみましょう。 P62 に接続された LED が1秒周期で点滅しています。タイマ設定のプログラムはこのようになっています。メインクロック 32MHz を256分周した 125kHz のクロックを使用して、125カウントで1ミリ秒なので500をかけた 62500 カウントで500ミリ秒になるのですが、実際にタイマにセットする値は 62499 です。マイコンタイマでは実際にカウントする数から1を引いた数をセットすることも多いので注意が必要になります。 PWM 機能ですと周期のマスターは1を引いた値をセットして、デューティーのスレーブはそのままの値を設定することになります。コード自動生成機能を使えば分周選択を含むタイマの設定は自動でやってくれますが、タイマ機能は奥が深いので、マニュアルをしっかりと読んで、理解することをお勧めします。次は、割り込み機能を使わずに、同等のプログラムを組んでみます。割り込みを無効にしても、カウント周期ごとに、TMIF00 には1がセットされます。割り込み関数が自動的には呼ばれないだけです。代わりにメイン関数で TMIF00 が1になれば、そのフラグを0にクリアして P62 を反転するプログラムを記述します。見た目ではわからないごくわずかな処理タイミングのズレは発生しますが、1秒周期で LED を点滅させることができます。細かなタイミングが重要でない処理は割り込み機能を用いないプログラミングを個人的にはおすすめしています。今回はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や高評価、コメントをもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。